おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま新宿駅に来ております。本日はここ新宿から西武新宿線の駅の小平まで向かうのですが、普通に移動しても面白くない。せっかく移動するのであれば面白おかしく移動していきたいと思います。ということで本日はサムネイルとタイトル通り、ここ新宿から小平まで JR 線と西武グループ禁止で移動していきたいと思います。果たしてどんなルートになるのでしょうか。ワクワクしますね。ここからは京王線に乗りまして、今回の旅をスタートさせていきたいと思います。10時40分発の特急京王八王子行きに乗って行きたいと思います。折り返し特急京王八王子行きの列車がやってきましたので、早速乗って行きましょう。撮影時は関東が大雪に見舞われた2月5日の午前中ということもあり、平日でしかも乗るのは下り列車ですから、車内はガラガラでした。今回の動画の目的地の小平には、この特急でどこの駅まで行くのが良いのでしょうかね。さあ新宿を発車です。そして笹塚を発車です。で、撮影日は関東が大雪に見舞われた2月5日ということは先ほど言いましたが、この時京王線は飛田給から武蔵野台駅間での踏切安全確認のために遅延が生じており、この電車は新宿を定刻で発車したものの、この先で遅延していくであろうという旨の放送がありました。この列車の前を走っている先行列車がすでに遅延していることから、明大前到着前には前方に先行列車が大きく見ることができました。京王線を普段から利用している方からすると、明大前付近での列車詰まりは日常茶飯事的なことなのだと思いますが、普段京王線を利用することない私にとっては新鮮な景色というか、 YouTube で見ている景色を間近に見ることができて若干興奮しておりました。さあ特急に揺られとある駅にやってまいりました。
先行する各駅停車の列車を追い抜いてはその先を走っている各駅停車に追いついてしまい、またまたノロノロ運転の、繰り返しで新宿を定刻に発車したこの特急もこの駅に着いた時には10分遅れになっておりました。ここまでで京王線の遅延により前の列車に追いつき、ノロノロ運転かつ車内からは前の列車がはっきりと見えますね的なことしか動画にできておらず、なんか京王線の遅延が動画の主題になりかけておりますが、この動画の本題はあくまでも新宿から小平まで JR& 西武グループ禁止で移動することですから、そこに話の流れを戻していきたいと思います。ということでやってきたのは府中駅でございます。ここからは案の定のバスに乗り換えていきたいと思います。府中駅の3番バス停から出ている京王バスの国分寺駅南口行きに乗ります。ということでバスを待つこと5分ほどで国分寺駅南口行きのバスがやってまいりました。なんか行き先表示は府中駅のままなので、国分寺駅南口行きに表示が変わったら乗りましょうかね。と、表示の変更を待っていたのですが、結局変わらなさそうだったのでそのまま乗ることにしました。どうやら運転手さんが変え忘れたようで、そのアナウンスが国分寺駅到着前にありました。さあ府中を発車です。国分寺駅までこの京王バスに揺られて行きます。ということでバスに揺られること20分ほどで国分寺駅に到着いたしました。ここからはいよいよ小平まで向かうのですが、そのバスの路線がこちら。国分寺駅北口の2番乗り場から出ている銀河鉄道です。このバスは小平駅まで行くんですよね。国分寺駅までやってきた京王バスもここから乗る銀河鉄道も西武グループではありませんから、今回のルールに何ら問題ありません。小平駅のバスまで約30分ほどあるので待ちたいと思います。待っている間に雪が降り出しました。この日は積雪予報もすごかったですから、雪は今後強くなっていくのでしょうね。ということで雪の話は置いておいて、やってきた銀河鉄道の小平行きに乗りまして、ゴールの小平に向かいましょう。ということで銀河鉄道に揺られ本日のゴールの小平駅にやってまいりました。だいぶ雪も強く降っており、積もり出している場所も多く見受けられました。結果としては都心では8センチの積雪、小平付近では15センチくらい積もったらしいですが、これだけの雪の降り方ですから積もりますね。ということで本日の動画はここまでとなります。京王線の遅延や動画の最後には強く降っている雪と結構要素の強い動画になったのではないかなと思っておりますが、よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。